させていただきます。よろしくお願いします。はい、連日お疲れ様でございます。お集まりいただきましてありがとうございます。まあ、昨日ご覧いただきましたように、橋本徹顧問を迎えて、憲法にまつわるミーティングを開かせていただきました。まあ、今日は各市ともにですね、この話題を取り上げていただいて、まあ、我々平素から大変努力してるんですが、なかなか記事になりませんけれども、橋本顧問がお目になるとですね、すぐパッと記事になってですね、改めての発信力の強さというんですか、それを感じたわけでございますが、まあ、各市いろいろ中身の報道はございますけれども、もう一度改めて今日申し上げますと、やはり憲法改正はですね、今の社会、今の国民の皆様方にとってどこが問題があるのか、どこが弊害があるのかという観点で、大阪維新の会は憲法を見ております。まあ、したがいまして立法事実というんですか、それがあるのかないのかという観点で、今回も抽出をしたのが昨日申し上げた三本柱、すなわち地方自治を変えていくということと、憲法裁判所を設置する、そして、すみません、教育の無償化ということでございます。まあ、それぞれですね、もう今更申し上げるまでもないですけれども、地方自治はやはり国の地方集権下の下で、いくら中央が地方再生、地方再生といって頑張ってもですね、地方の、まあ、限界集落の次々と限界集落になっていったり、過疎化が進んだり、そういうものは止まりません。また地方の産業が立ち上がってくるということも数少ないという状態でございます。やはり地方にその裁量権を委ねていく、例えば自主課税権を渡すとかですね、条例をレベルの高いものを作れるようにすると、そういう、まあ、裁量権を与えないと地方が自ら自立をして再生していくということはないと思いますし、大胆な改革がなければ地方の創生というのはないと思いますので、まあ、それが憲法に照らし合わせてどこをどういうふうに触ればいいのかという観点で見ているわけでございます。また教育の無償化についても、もう今更申し上げるまでもないですけれども、経済的な理由によって高校を中退するとかですね、大学に進学することを断念するとか、まあ、そういうケースが大変多くなってきております。まあ、教育は機会の平等、大阪維新の会は全般的にそういう姿勢ですけれども、機会の平等を与えるためには保護者なり本人の教育にかかるコストを下げるということが、この機会の平等につながると思いますので、これについても、まあ、立法事実があるというわけでございます。まあ、憲法裁判所はもう申し上げるまでもないです。昨年の安保法制の審議の中で、まあ、いろんな方が違憲であるということをおっしゃいました。合憲であるという意見もありました。しかし実際これを誰がですね、本当に安保法制について違憲なのか合憲なのか、きちっと判断するのは誰なのかということが非常に、まあ、あやふやな状態になっています。まあ、いろんな方のいろんな意見で国民の皆さん方が戸惑って、これが本当に国と国民のためになるのかどうかということに、まあ、惑わされたわけでございまして、きちっとそういうことをなくすためにも憲法を中立的な立場で判断しているという機関がいる、そういう判断をしております。まあ、一部メディアの報道によりますと、我が党が、参議院選挙で3分の2を取ることが最優先であるというような、まあ、報道もあったように思いますけれども、まあ、そういった3本柱、これが重要であるということを前提にですね、それでは現実的に憲法改正どういうふうにすればできるのかという第2ステップとして、衆参両院
して3分の2外と、直近の参議院選挙では3分の2を目指してやるということを申し上げたわけでございますので、まあ、その辺はあの優先順位プライオリティがあるということはご理解をいただきたいというふうに思います。皆様方ご興味の京都3区の補欠選挙でございますが、昨日も申し上げましたが、まだ最終決定に候補者最終決定には至っておりません。今週中に、まあ、毎回申し上げておりますが、今週中に候補者を決定すべく全力を挙げて井上秀忠組織部長とも進めていきたいというふうに思っておりますが、まあ、あのこの補欠選挙をはじめですね、参議院選挙に向けて全国の立候補予定者、またあの党大3月26日の党大会前には参事公認の発表もいたします。状況次第では衆議院の再任の支部長も発表するべく今作業を進めておりますけれども、まあ、あのこういったすでに公認また支部長にご就任いただいている地域にはですね、積極的に片山代表をはじめ国会議員団の方でご当地を訪問させていただいて、ご当地の、まあ、特色のある施設、また施策、そういうものを視察しさせていただいたり、ご当地の副長さんとの面談をセットしていただいてですね、その場でも記者会見をする等ですね、あの国会の方がもうかなり波の状態になっておりますので、国会議員団としても積極的に外へ出てですね、この平仮名大阪維新の会のアピールをしていきたいということを先ほどの役員会でも決定をいたしましたので、詳細はまた逐次皆様方にもご報告をさせていただきますので、ご協力よろしくお願いを申し上げたいと思います。この後行われます本会議では雇用保険法等の一部改正案提案をされます。我が党からは浦野康人衆議院議員が立ち寄っでございますので、合わせてご報告を申し上げておきます。今日は私からは以上でございます。それでは質疑応答とさせていただきます。所属の名前を述べてからご質問くださいますようよろしくお願いいたします。すみません、私もこちらです。あの憲法改正のところで出たあの課税自主権の具体的なイメージなんですけれども、これ例えばその地方 の法人税の税率をその各自治体が決められたりだとか、あるいはまあ消費税もとか、どの辺ぐらいまでの裁量だとかイメージされておりますでしょうか。まあ、あの我が党は根本的にはですね、地方交付税全面廃止と、地方にはその消費税を普遍的な税源である消費税を地方の財源としてお渡しをするということが、まあ、根本的な考え方ですが、まあ、一気にそこへ行くというのは難しいと思いますので、まあ、今おっしゃっていただいたようなですね、権限を持たせれば、まあ、法人税を地方法人税を、まあ、上下させるとかですね、地方で、例えばあの事業所税というのがあるんですね、これは、まあ、全国でも都市部に限られた税金でありまして、その企業の敷地面積、また社員さんの数、そういうものに合わせて、おそらく今で80前後の自治体が課税をしているというような、まあ、税金もあるんですが、そういうのも、まあ、負担になっている自治体もありますし、それが、まあ、非常に重要だと思っておられる自治体もあるんですけれども、これ、まあ、現実的にその自治体がですね、開廃をするということはできませんので、まあ、あのそういう特色のある、ね、消費税も上がりますので、消費税もアメリカ等へ行けば、毎週第1水曜日は消費税ゼロですとか、まあ、そういうような地域もありますので、そういうようなあの特色のある税制というものが組めるように、まあ、裁量権をどんどんと、まあ、委ねていくということが、まあ、根本的な考え方。
次の、まあ、参戦の候補になる方向なんでしょうか。ちょっとこう確信入るってこと。まあ、建前代表はまあ、今ご自身のことは熟慮を重ねているというふうに聞いておりますので、まあ、ご本人がどうされるか、近日中にですね、おそらく判断されるんだと思いますが、まあ、それ以前に我が党の共同代表でありますので、まあ、知名度、また経歴等から言ってもですね、国会議員の中ではやはりトップクラスですので、国会議員団としてそういう全国展開、全国運動を行っていく上では先頭に立っていただきたいというのが、まあ、我々の考え方です。共同通信の関です。憲法改正のものなんですけれども、昨日、先生も皆様の方にも集まったと思うんですが、今後条文をですね、具体的な詰めの作業に入っていくかと思うんですけれども、まあ、補選のですね、あるいは7月の再選も近づく中で、条文の作成のメドというのは、3月中、あるいは4月、明確なメドというのは、共有されていらっしゃるでしょうか。まあ、機能で、方向性というのがほぼ固まりました。あとは、まあ、それに基づいて、条文作りを、まあ、法制局と事務方にお願いをして、まあ、選択的な余地のあるものについては、複数の案を取っていただいて、最終的に戦略本部会議で決定をするという流れになると思います。まあ、いずれにしても参議院選挙までにはですね、きちっと、まあ、なぜ先ほど申し上げましたが、なぜその憲法を改正する必要があるのか、それを改正すればどう国民生活に影響があるのかということを、まあ、明確に打ち出すために、まあ、その条文の部分もきちっと固めた。東京新聞の宮本と申しますけれども、憲法の方向性はだんだん見えてきたんですが、ちょっと確認したのは、原発をどうするかということで、維新の党時代とですね、大阪維新の会になったことによって何かこう違いが出てきたのか、ちょっとその辺を確認したいんですけど、まあ、原発問題については日本維新の会等で一貫して、まあ、フェードアウトという言葉を使ってきました。まあ、具体的にはやはり今原発再稼働するときには、まあ、厳重な審査委員会でチェックをする。それをクリアしたものについては、まあ、再稼働は一定認める。ただし、まあ、新規の原発建設については、まあ、反対である。そして、最も重要な課題が核燃料の最終処分地、これが、まあ、確定しないとですね、場所、方法、そういうものについて確定をしないと、やはりこの原発をどんどんとやっていくということについては反対という、まあ、立ち位置に変更はないです。核燃料サイクルやモンジュは反対でしょうか。え、核燃料サイクル、モンジュなどは反対ですか。まあ、モンジュもですね、そういう安全面から見ればいろいろ問題があるやと聞いておりますので、同じように原発の再稼働と同じようにですね、きちっとしたその安全基準、そういうものを、まあ、作成をして、それをクリアしたもの、クリアすればですね、それが一定、まあ、判断する余地が出てくると思うんですが、それがない間は、やはり停止ということになると思います。その他ございますか。それでは、一連で開始します。はい、ありがとうございました。